YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田浩一郎です。鎌倉殿の13人については前回の動画で詳しく紹介したので、それを見てほしいんですが、鎌倉殿の13人というのは、簡単に言えば鎌倉幕府内の有力御家人13人のことです。幕府を開いた源頼朝がいる間は彼らはまとまっていました。しかし頼朝が死ぬと激しい権力闘争が勃発する。その最初の犠牲者になったのが梶原の景時でした。景時が13人の中で最初に脱落してしまう。その背景には一体何があったのか、真相に迫ってみたいです。真相に迫るための材料となるのが、鎌倉時代後期に編纂された歴史書吾妻鏡です。吾妻鏡の1199年10月25日の項目に次のような出来事が記されているんです。下野の国、今の栃木県の豪族結城友光が頼朝を忍んで侍所の控えの間で南無阿弥陀仏と念仏を唱えていた。友光は周りにいた武士にも念仏を唱えることを勧めた上でこう言いました。忠義な侍は二人の主君には使えないものだ。自分も頼朝様に大きなご恩を受けていたので、亡くなった時に出家しなかったのが悔やまれる。しかも最近の政治の動向は薄氷を踏むような危ういものだ。友光はそう言ったんですね。その2日後、びっくりするような情報がこの結城友光のもとに舞い込んできます。情報を友光に伝えたのが北条政子の妹の阿波の局でした。阿波の局は友光にこう言います。友光さん、あなたは梶原の景時の悪口によって殺されてしまいますよ。あなた、忠義の侍は二人の主君に使えないものだと言いましたよね。それを景時が二代将軍の頼家様に伝えたんです。すると将軍様もわしをバカにしている見せしめのために友光を死罪にするように言ってカンカンなんですよ。このままではあなたむちゃくちゃ危ないですよ。友光は阿波の局からそう伝えられるんです。友光としては、自分はそんなつもりで言ったんじゃないのに、そんなという思いになったようで、かなりうろたえて悲しんだようなんです。そういった立場になった時、皆さんならばどうしますか？また友光はどうしたと思いますか？そう、親友に相談したんですね。どうしようと。その親友というのは三浦義村という武将でした。友光の悩みを聞いた義村は、昔から梶原の景時の誹謗中傷によって命をなくした者は数多い。これはよほどの対策を取らなければ危ない。とはいえ、戦を仕掛けたんでは国の中が乱れてしまう。まずは年長者の大物の人々に相談してみようと。三浦義村はそうアドバイスするんです。持つべきものは友ですよね。義村は鎌倉殿の13人のメンバーでもある足立盛長、和田義盛という先輩にどうしたらいいでしょうと相談するんです。するとこの2人は同じ思いを持つ人々の署名を募って景時に対抗しようじゃないかと提案。次の日28日の午前10時には続々と景時時代の武士が鎌倉の鶴岡八幡宮に集まってくる。そして団結して景時に対抗しよう、彼を弾劾しようということを誓うんですね。66名の武士がそこに署名をした。しかしその中に鎌倉殿の13人のメンバーで有力御家人の北条時政、義時親子の姿や名前はありませんでした。景時を弾劾する書状は大江広元が将軍頼家に見せることになるんです。しかし広元はこの書状を将軍に見せていいものかどうかずっと悩んでいたようなんです。頼朝様の時代には
仲良くしていた者たち、それが一人であっても簡単に罪に落とされるようなことがあっていいのか、気の毒だ、なんとか穏便に解決できないものかと悩んでいたようなんです。そうした時、広元は御所でばったり和田義盛に出会うんです。義盛から弾劾状を将軍に見せましたか、将軍の反応はと尋ねられる。広元はうっと詰まって、まだ将軍には見せていませんと言う。すると案の定義盛は怒る。義盛は侍所の長官を務めたほどの人間ですから、まあ今風に言うと体育会系バリバリの人、官僚出身で穏健派の広元とは全然違う義盛は何という感じで、景時の権威を恐れて多くの武士の不満を無視するとはけしからん、道義に合わんと怒りまくるんです。広元はいやいや、景時の権威にビビっているんではありません、ただ彼が滅びゆくのが悔しいんです、惜しいんですと弁解。しかし義盛は許してくれない。広元のそばにさらに近寄って、景時を怖がっていないならなんで書状を将軍に見せるのをためらっているんだ、見せるか否かこの場で決めてくれと凄まれるんです。広元怖かったでしょうね、見せます見せますと言って急いでその場から逃れていくんです。これが11月の10日のこと。2日後に広元は景時弾劾の書状を二代将軍の頼家に見せ、頼家は弾劾状を景時に見せて、弁解するなら弁解してと言ったようです。ところが景時は吾妻鏡によると何も弁解せずに鎌倉から所領がある相模の国の生き宮に親族と共に退去、去ってしまうんです。これによって権勢を誇った景時はアウトになる。翌年の1月には彼は謀反の疑いありとして撃たれてしまうんです。景時は話では巧みだった、上手だったというふうに言われた人ですが、最後には哀れな才を遂げた、口は災いのもととでも言うべきでしょうか。今回紹介した話、皆さんどう思いますか。まず署名によって一人の武士が追放されてしまってやっつけられてしまう、そうした例はあまりないので面白いですよね。あと僕としては大江広元の言葉や行動に燃えます。景時をかばおうとして苦悩するいい人じゃないですか。今日は教科書には載れない武将梶原の景時滅亡の真相ということで話してきました。そこから学べる教訓もあったんではないでしょうか。さて YouTube 歴史塾では歴史アニメやドラマの解説、歴史入門を史実に沿ってやっていますので、番組を見るときの参考になります。また受験や学び直しにも最適です。ご視聴チャンネル登録ぜひお願いいたします。ではでは、浜田浩一郎でした。